よろしししくお願いまますす高知工科大学の伊藤昭孝と申します私たちの研究ではこういうタイトルで微小球状イオン交換媒体を用いた超高感度蛍光顕微鏡システムの研究開発というタイトルで採択いただきました。このバックに見せているような蛍光顕微鏡画像を撮りたいというモチベーションで取り組んでおります。はじめに私たちの研究について簡単に紹介させていただきます。 高知工科大学の光機能科学研究室という研究室を2016年から主催しております。この研究室では、新規の発光システムを開発して、その物性理解、また対象物質を高感度に検出するセンシングシステムをはじめとした光化学アプリケーションへの展開に取り組んでおります。その中で、本研究で採択いただいた蛍光顕微鏡について、 簡単に説明させていただきますと、蛍光顕微鏡技術というのは、資料を染色した資料、あるいは資料そのものからの発光を検出、観察する技術です。こちらのように蛍光顕微鏡、私たちの研究室にある蛍光顕微鏡システムの写真ですけれども、こんなようなシステムを使いまして、このように資料中の蛍光を検出することで蛍光画像、顕微鏡画像を得ることが可能です。この蛍光顕微鏡技術というのは、 科学、生命科学だけではなくて医学分野をはじめ広く用いられております。本研究ではこの蛍光顕微鏡をできるだけ低ノイズ、高輝度に高いコントラストを持った画像を取り,取り込むことができるシステムを作りたいと考えております。その上で蛍光顕微鏡技術においてどのような現象が起こっているかというのを考える必要があります。通常の蛍光顕微鏡技術におきましては、 飼料に対して、冷気法としてレーザーや紫外光などを照射して、冷気状態を作ります。色素の冷気状態を作って、そこから発光が起こるわけですけれども、一般的な過程におきましては、冷気状態を作る過程、冷気過程よりも発光過程というのはエネルギーが小さくなりますので、一般に蛍光顕微鏡におきましては、光子エネルギー、光子自体が持っているエネルギーが大きな紫外線や、 青色光を冷気光として用いております。しかしながら、このような波長、色の光を用いる、冷気光として用いる蛍光顕微鏡ですと、次のような課題が存在します。まず、光子のエネルギーが大きな紫外線、青色光を用いると、色素、光らせたい色素のほかに、細胞自身がなどの生態資料自身が冷気されてしまう。あるいは顕微鏡を構成している光学部品。 レンズやミラーなどが冷気されて発光を与えることがあります。こうすることでバックグラウンドが増えてしまいますので、どうしてもコントラストは小さくなってしまいます。もう一つの課題が、紫外線や青色の光というのは、私たちの体を含めた生体に対する透過性は極めて低くて、資料の表面しか冷気することができません。そのため、資料の内部まで観察したいということになった場合は、 赤色から近赤外の光を冷気光として用いる必要がありますが赤色光、近赤外光、フォトエネルギー、光子エネルギーは小さいですのでこれらの光によって冷気されて冷気によって生成する冷気状態というのは極めてエネルギーが小さく発光効率が低く輝度の低い画像しか得ることができませんこのような2つの課題を乗り越えるために本研究ではフォトンアンプコンバージョンという技術を用いて解決したいと考えております フォトンアップコンバーション現象というのは、複数個の低エネルギーの光子を利用して、高エネルギーな冷気状態を一度生み出して、そこから発光を得るという現象です。このような技術を用いることで、冷気光、冷気光として用いる光よりもエネルギーが大きな傾向を得ることができますので、以前、さっきに挙げました課題を一挙に解決し、高感度な傾向顕微鏡画像を提供できるものと考えております。 実際にですね、もうすでに二光指令器、これもフォトンアップコンバージョン現象の一つですけれども、二光指令機を用いた顕、えー、微鏡技術、も開発されてはおりますけれども、非常に大きなシステムになっているというのが現状でございます。私たちの研究では、このフォトンアップコンバージョンという現象を、三重項三重項消滅という現象で起こしたいと考えております。これは2つの励起三重項状態にある色素から、励起状態1つと規定状態を生み出すという多分子反応です。 このようにスキームにのっとって反応が進行するわけですけれども、全部で都合4つの分子が関わる非常に複雑な過程であるという課題が存在しています。また多分子化でですので、非常に高い濃度、単位体積値の色素の密度が非常に重要になって、高濃度、かつ強い冷気高強度でしか発現することができていないという現状でございます。すでに非常に効率の良い30項、30項消滅型のフォトナップコンバージョン。 現象というのは達成されているんですけれども、これをなるべく薄い濃度でも駆動するような技術へと消化して、蛍光顕微鏡を色素として用いたいと考えています。そのために私たちは、微小球状イオン交換媒体、ナノイオンキャリアというのを用います。これは100ナノメートルぐらいの直径を持つイオン交換樹脂でありまして、このイオン交換樹脂という機能を持たせることによって、4性化合物を粒子の内部に閉じ込めることが可能です。 またこのナノイオンキャリアは水への分散性が非常に高いことから水中でもあるいはこのように非常に薄く分散して、溶液のように見えるような状態であってもアップコンバージョンの傾向が見えるんじゃないかと考えておりますこのナノイオンキャリアを用いた高感度高輝度な蛍光顕微鏡技術を達成するために本研究では色素システムと蛍光顕,顕微鏡観察のシステム 光学系の両面から取り組んで高感度化を目指します。色素システムの開発におきましては、ナノイオンキャリアに導入する色素の種類や量を系統的かつ網羅的に検討することによって、その条件を最適化して、できるだけ低い冷気高強度でも高輝度なアップコンバージョン傾向が得られる系を創出したいと考えています。また、観察系におきましては、一般的な傾向顕微鏡技術は、冷気高よりも 観測法というのは、必ず超波長という波長関係になっているものは逆転しますので、その逆転した波長関係で高感度に検出できる光学系を持った顕微鏡を開発する、そうすることによって、より高感度に顕微,鏡え顕微鏡傾向を観測できるものと考えております。これらの研究開発によって、次のようなことが達成,達成できると期待しています。高感度な 蛍光顕微鏡画像を高速に得ることができるようになりますので、これまで未知であった生命現象を観測することによって、理解解明につながるのではないかと期待しております。また、今回利用するフォトワンプコンマジョ現象を使うことによって、太陽光に非常に多く含まれている超波兆候を、単波兆候、高エネルギー光に変換することができますので、この技術を利用して、さまざまなアプリケーションと展開することができると考えております。 以上、研究紹介を終わりたいと思います。ご興味持っていただけたら幸いです。ありがとうございました。